けてて喋っております今回はですねちょっとしたランニングシューズではないんですけど多分まあスニーカーのブルーに入るのかな多分だと思うんですけどこれを見た時に僕はちょっとあのこれであのスプリントしてみたいなと思ったのでちょっと履いてみました。どううだったかっていうのを えー、紹介したいと思います。久しぶりに、えー、編集とかも加えてやる動画なので <laughs> 緊張してます <laughs> で。で、でその紹介したい、えー、シューズというのがこちらでございます。こちらでございます。ドナイキーエアズームストリークライトです。はいえー、なんであのこれを見てあのちょっとスプリントしたいなと思ったのか。もうここにも。 見ててていいって書いてるんで絶対入いたら速いやんと思ってでナイキエアズームストリークっていうランニングシューズがあると思うんですよそれとはまたちょっと違ってナイキエアズームストリークライトって多分ね何なんでしょうねこう見る感じだとスプリントシューズというかランニング用に作られた やつじゃないと思うんですけどそうやったデザインはあのランニングシューズのような感じで今流行りの厚底ではなく薄底というかまあただとかも言ってますけど薄底でえスパイクとかと感覚が近いようなところで走りたいっていうので僕は結構えずっと言ってますけどズンペガサスの36を。 3536とかを履いてってそれぐらいがちょうど良かったんですけど試してみたいなと思ったのでえーランニングシューズじゃないと思うんですけど履いてスプリントしてみましたえまあ感想から言うとむ,っちゃ走れますむちゃくちゃ走れますけど多分えそうやって全力ダッシュをするようなために作られてはいないので。 すぐダメになるのかなってそうやってはいてると思いますね。でグリップ力というかはあまり強くないかなっていうイメージはあるのでまあそうですねそ別にランニングするために作られてるのかなわからないですけどデザインはナイキレス・ストリークのやつだと思うんでわからないですけど。 全体的になんかこれで走ってみたいなと思ったので走ってみたいんですけどただやっぱりこのアップとかのジョギングする時に足への負担はものすごいです。ね えアップの時はそのナイキのズームペガサスとか履いた方が断然いいですこれは履いてジョグなんかするもんじゃない痛い痛いでアップコバってスプリントの時にこれは全然えっとね設置感覚とかむっちゃ分かりますし厚底と血がスプリントスパイクに近いとは言わないですけどやっぱり地面との距離が近くなる分設置がずれてしまう。 といいいううかかかずれた感覚ってののが分かりやすいのかな自分の思った設置置じゃなかったら、えー、後ろに足が流れてしまったりとか、えー、ブレーキになってしまったりっていうのがあると思うんですけど厚底になるとまあここの、ね、底が厚い分、まあ、ほんまコンマの体なんでしょうけど足に。 えー、力が加わるまでの時間は薄底の方が多分早いと思うので接,間隔接地感覚がより速く分かって、まあ、修正しやすくなったり、えー、走りの感覚としては近くなっていくのかなっていうのは思ったりしますね。僕自身が、えー、スプリント練習する時は えー、芝生で靴下で走ったりとかたまにしたりするんですけどそうやったので設置感覚とか試したりするんですけどこうやって薄底のものがあると別にねやっぱり芝生がそんななかったとしてもこの靴で走ってしまえば設置感覚が分かったりするかなと思ったりするんで、まあ、定価自体は多分1万23,000円ぐらい。 すするのかかなってて思うんでででけどナイキで見いいいただいただら安い時は5000円台とかで買えす僕はこれをあの5,000円ぐらいで買ったんですけどえうまく買えばそんな安い値段とかで買えたりするんでたでもねおすすめはしないですけど一回興味ある方は履いてみてください僕はえ結構好きでした走りやすかったですまあでもペガサスの方が履くと思うんですけどたまに。 A シーズン入ったり。 夏場とかはこれでたまにスプリントとかしても面白いかなと思ったりするんで履いたりはするかもしれませんね。あねまあスプリント上たまに履いたりしますよ。それで履いたりしていって消耗しようかなと思うんですけど。ええー、多分足にかかる負担は普通のランニングシューズよりでかいと思うんでおすすめはしないですけど、興味があるぜひ履いてみてください。<laughs> ちょっとあの気になったというか。えー 履いてみたいなと思って実際練習で履いてみたら結構良かったのでぜひまさかのですけどこのナイキアズム・ストリート・ライトを僕は履きやすかったよーランニングもできたよーダッシュもできたよーっていうのでお伝えしようかなっていうだけの動画でした。 またラジオ感覚の切るようなもんたくさん撮っていいと思うのでこれからも見てくださいでできればチャンネル登録とかもしていただければ僕は僕はね喜ぶんでお願いしますそれではまた N イさん チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。